こんにちは、ヒコサイモンです。今日はですね、ニュージーランドのマオリ族の伝統の戦争踊りの墓の紹介をしたいと思います。さて、話はですね、もう1820年から30年ぐらいの間にですね、ニュージーランドで、もうニュージーランドあの時代にはね、もう白人がもう潜入し始めたりして、触れ合いとか始めたりしたんだけど、あの時にはニュージーランドはもう日本のもう戦国時代と非常に似てるような状況で、もうさまざまな族がいろんな、もうさまざま、もうそれぞれみたいな国みたいな、もうできてて、完全に別の軍隊とか、別のなんか王様たちとか族長がいて。でもう領を拡大するようにもう戦ってたりしてて、でもうその中でですね、若いテラプラハっていう名前の族長がいました。そのナティトアが他の族ともう戦闘地の上に敗北して、でそれで他の族の人はチャンスだと思って、若いまだ未経験、あまり経験のないテラオプラハを殺そうと思って、テラオプラハはもうこれ危ないと分かって、もう南へなんかウェリントンの方向までもう逃げようとした。でもう北島をもう真ん中に行って、もう真ん中にあるでかいタオポコ の池をもう回りながら、もうそれで発見されてですね、で情報が敵の族に行って、あいつは南方向に逃げ込んでて、もうそれで罠を作ることを用意 しようと思って、でもうその罠に入ったところで、もう敵の族の部隊が急になんか追いかけてきて、もうやばいと、山に逃げ込んで、でもう捕まりそうになって、そのところにテラプラですね、ちっちゃい村に入りました。でその村の中にですね、かっこいい強い毛深い村長の人がいて、その村長の名前はですね、テファレラニっていう男で、でそのテファレラニに話をかけて、はい、俺は テラオプラハでナティトアの族長で、もう今君が俺のことを助けなくちゃいけないと彼はもう言ったけど、テファレラニはいや、もう部隊がもうやってくるし、こっち危なすぎるから助かんない、もうあっち行って出て行ってくださいと言って、俺はもうでも逃げ場ないんだってと、なんかテラオプラハを言った。もうこれしかないから、もう助けてくださいと、助けをもう一度まとめました。でファレラニはこれを聞いてちょっと考えました。じゃあもしスチのオーブン、あそこにある焼き芋を焼くスチのオーブンの中に階段下がって、そのスチの穴の中入ってカバーして、しかも俺の妻がその蓋の上に座る、でそれでもいいんだったら認めるよ、そこ逃げていい。でこれはですね、何が難しかったのかというと、これはマオリ族のなんか宗教とか迷信をちょっと理解しないといけない。マオリ族にはです、マオリの宗教には宇宙が全て、世界が2つの力があって、タプーっていう1つの力で、それはタヒチとかでいう有名なタブーっていう言葉と同じ元で、でさまざまなものはそういうタプーの力を持ってるって、これ例えばお墓のところはタプーが書かれてると、あとすごい偉い男、つまり族長みたいな男もタプがついてる。でもうこれをひどいなんかダメな風に触れ合うと、これ呪いがかけられると信じてて、でこれを反対する力はですね、脳という力があって、この脳はですね、食べ物とか女性がその力を持っていて、そのタプと脳がぶつかるとお互い力が消えていくという考え方があって、でしかも女性がこの力を持ってて、で女性の中で最もその脳が深いところは、あそこ下のところですね。でそれで俗称がもう穴の中に座って、その上に女性のあそこの下に座り込む、もう俗称はもうこれはありえないことなんですよ、宗教的にはですね。タプの持つ俗称がもう脳の女性の下に座るなんてありえないから、もうそれでも君はそれだけ助け求めてるんだったら、もうそこを、はい、座りなさいと。テラプラハはもう考えずに、もういい、
はい、助かるからもう行くって。でそのまま彼はあの階段のできた階段をから降りて、その焼き芋の土のオーブンの中に入って蓋を閉めて、それで真っ暗の中に座っていました。真っ暗の中に座ってて、上にテファレラニーの奥さんが座って、それで舞台が村に入ってきたのを目に聞きました。君はそのテロプラを隠してるんだろうと言ってきました。それを聞いた、もう緊張して俺殺されるんだと思ったテロプラはもう終わりだ、もう死ぬんだ死ぬんだと言いました。テファレラニーはいやいやいや、あいつ来たけどもう南へ逃げてるから、もう早く行かないと、もうあいつ逃げるぞと言って、そのテファレラニーの話を聞いてテラプラはやっぱ俺助かるのかな、生きるのか、生きるんだ生きるんだと自分に言いかけた。しかも族長の人は、いやこれはお前嘘つけ、絶対の中もう逃げてないし見てないし、もうここにいるからって言って、それを聞いたらまた絶望になったテラプラ、いや死ぬんだ死ぬんだ、死ぬ覚悟をし始めて、テファレラニーはもうあの好きに探していいよ、もうここにいないぞ、で周りは見てて、もう村は全部調べられたけど、もう誰も見つけられなくて、で誰もね、その女性が反り込んでるところの下に探すなんて誰も思ってなかった。そのままさっとして、それを聞いてて、やっぱ生きるんだ生きるんだ。でその時タラプラは思った、俺はこの暗い中でもこの中でもういなくなるんじゃないかと思って、でもこのテファレラに毛深い男の尊重の陰に、俺はまたもしかしたら多様な光見ることできるのかなと、そこでなんか感謝の気持ちでね、この人我々を助けてるんだと。それでその敵の部隊が村からさっとして、もう安全かと確認しながらね、ゆっくりね腕と足でその階段を登って、その土のオーブンからもう出ていった、もう登ってね、腕登って登って、それで蓋を開けて、もう眩しい太陽が入ってきた。その太陽を見て、美しい太陽なんかもう二度と見ないと思って、太陽美しいと、眩しくて美しいとその時宣言しました。テファレラにも深い感情を言って、で結局逃げ切ったことでね、生き切ったことで自分の族のところに戻って、でもうどんどんね強くなって、でもう歴史上にはですね、このテラオプラっていう人はもういろいろ武器を白人から買って、拳銃とかで今度なんか同じ敵にあって、戦闘地であって、その武器をもうその敵に向けて、でよくその戦う前のそういろんな歴史とかのなんか示す墓、そういう戦争踊りの中で彼はそのテラオプラ派の墓というそのテラオプラ派の物語をマオリ語でみんなで敵に向けて言いました。頑張って頑張って、死ぬんだ死ぬんだ、コーラコーラ、生きるんだ生きるんだ、頑張って頑張って、死ぬんだ死ぬんだ、コーラコーラ、生きるんだ生きるんだ。テネテタンガタプールフール、この毛深い俺のことを助けた男の鍵には、ナーナイテキマイファカフィティテラ、この男の鍵に俺はまた太陽を見ることができる。アウパネカオパネアウパネコパネフィティテラ、登って登って太陽が美しい。こういう踊りを言いました。もう俺は死なないぞ、君はもう俺捕まると思って俺は死なないんだ、今から戦おうぞ、構えろ。これは墓の踊りの意味です。ぜひ今度オーブラックスのラグビーを楽しみながら、もう今度そのテラプラ派の墓を見ながら、ぜひこの意味も理解してみて、楽しんで気合十分の熱いラグビーをぜひ楽しんでください。はい、ピース。